おはようございます、ダニエルと言います。はい、何でもいいけど朝飯食っていきます。ツイストサンド、カスタードホイップ、これあのね、ファミリーマートでめっちゃうまいやつですわ。7月1日になりましたわ。7月1日になったということはどういうことかと言ったら、今日は引っ越しの日です。ようやくね、ここから引っ越せるんですよ。本当になんかもうマナーのない連中がね、最近すごくこのシェアハウス多いですから、本当に引っ越したくて引っ越したくてしょうがなかったんで、その念願がようやく叶います。まあその引っ越しに際してなんですけど、まあその引っ越し作業っていうのは僕一人ではできないわけなんで、普段からね、仕事をちょくちょく一緒にさせてもらってるね、板橋区にある会社の方にね、ちょっと来てもらって手伝ってもらうわけなんですよね。で、その人が10時に来るんですけど、それまでにマンションのね、掃除っていうのをね、一軒行かないといけないんですよ。それをね、今から行ってきます。そして帰ってきて引っ越し作業っていうね、なかなか今日はね、ハードスケジュールなんですよね。もう外めっちゃ暑いからさ、あんま出たくないんやけどね、とりあえず朝からね、マンションの掃除を一発行ってこないといけないんでね、今からそれ、ささっと行ってきますわ。よし、じゃあとりあえず行ってこいますわ。すいません、適正法終了しました。おし、というわけでね、朝も適正法終わりましたわ。今からもすぐ帰ろうと思います。今から帰って引っ越し作業ですね。とてつもなく暑いですけどね、頑張っていきますわ。はい、家に帰ってきました。もう引っ越しね、手伝ってくれる方がもう来てくれてるということで、この部屋ともう本当にお別れです。7月10日まではね、別に住めるんですけど、もう住む気はないんで全部持っていこうと思います。最強、じゃあ暑いですけど、はい、頑張っちゃう。はい、です。はい、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 どうぞ。はい、よし、ボルトで今探すけど1週間ぐらい前じゃないですか。結構前ですけど。YouTube 出て大丈夫ですか？全然大丈夫。忙しいですか？いや、全然忙しくないです。一瞬でね、部屋の中がね、物がなくなりましたわ。この冷蔵庫とかベッドとかがね、もともとあったやつなんで、これはほっとくとして、これが僕が住んでたシェアハウスです。僕もね、2年3ヶ月住んでいたね、その物がね、すべてなくなりましたわ。もう住む前の状態に戻りましたってことで、これで終わりですね。で、エアコンも、もうこの思い出が詰まったキッチンもね、もう使うことないでしょうね。ここがね、あの床をビジョビジョにするで有名なね、洗面台です。もうあの思い出もね、今では愛おしいですね。あー、ここまで家探すの初めてやわ。撮ったことなかったけど、完璧ですね。はい、引っ越し作業ね、終了しました。荷物も全部入れてね、今日からね、ここは僕の家になりますわ。引っ越し作業ね、あの冷蔵庫と洗濯機っていうのをね、なんか向こうの方からいただいて4万4000ということになりました。安いっすねー、ということで、はい、ありがとうございます。はい、引っ越しがね、完了いたしました。めちゃくちゃ暑い中ね、いつも一緒に仕事をねしてもらってる人たちに、ね、手伝ってもらったわけなんですけど、いやーほんとね、鉄筋コンクリートのところですからね、もう声がね跳ね返ってくるんですよ。防音はしっかりしてるはずなんで、どんだけね声出しても大丈夫かなと思うんでね、ライブとかね、 YouTube 撮るのにもね、これからは思いっきり声出しやろうと思います。というわけで、僕の新居のねルームツアーやっていきます。まずここがバスルームになりますね。いやー、シェアハウスにいた時はね、ずーっとシャワーやったんでね、やっとね、浴槽に浸かれるなと思うんですけど、まあ夏なんでね、あんまりやらないと思いますけど。そしてここがトイレなんですけど、まあこんな感じですね。はい、いやー、トイレットペーパーがないんでね、コンクリートバチバチのところなんでね、もうトイレしながら歌ってもね、絶対誰にも迷惑かからないんで最高です、これも。はい、これはキッチンになるわけなんですけども、
わあ、すごい綺麗ですね。本当にね、シェアハウスにいた頃はね、もうキッチンを汚しまくる連中がいたんですけどね、そういうストレスからは完全に解放されました。で、まあこっちがね、一日の大半はね、この辺で過ごすと思うんですけど、もうこの辺もね、整えていこうと思いますわ。広さは 7.5 畳でございます。7.5 畳、家賃8万5千円です。以上、あざした。はい、新居の初野菜炒めでございますわ。いやー、ええ音鳴ってんな。あ、ちなみにね、このフライパンはね、無印で買いました。急遽買いましたわ。だって、今までシェアハウスのやつ使ってたから、ないんすよね。ええ音鳴るな。はい。はい、じゃあ、行きます。いただきまーす。ね、引っ越したのはいいんですけど、家具がね、何もないんですよ。今までね、もうシェアハウスで初めからあったやつを使ってたんですけど、それを全部置いてきたわけなんで、本当にね、今家具がないんですよ。だから今日ね、布団もね、地べたに敷いて寝ることになると思うし、だから机もないからね、この段ボールに乗っけてね、飯食うっていうことになります。いや、本当に家賃が上がったっていうことで、もうこれから頑張っていかなあかんなっていうのは、本当にマジでそんな感じなんですけど、7月の仕事っていうのがね、ほんと順調に入ってきてるんですよ。チラシを巻いた効果もあるし、 TikTok を見て電話をかけてきてくれた人とか、あと、まあ YouTube を見て電話をかけてきてくれたっていうね、そういう問い合わせがね、やっぱ多いわけなんですよ。この7月っていうのはね、なかなか順調に予定が埋まっています。最高でございます。じゃあ食います。まあうまい、まあうまいっちゃうまいけどね。炊飯器もね、さっき急遽買ってきて、その炊飯器一発目の米なんですけど、なんやろ、若干プラスチックっぽい味がするなって感じなんやけど、うん、でも初めやからしょうがないよ、それは。うんうんうん、まあ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 、ええか、うん、まあ引っ越したということでね、もう今日からね、また新たなスタートということで、気を引き締めてね、仕事に勤しんでいこうかなと思ってます。じゃあこれからもね、また YouTube と TikTok の方をね、更新していくんで、動画もね、よかったら見ていってください。それでは、それではね、チャンネル登録、グッドボタンやっててください。それではお疲れ様でした。またこれからもよろしくお願いします。